ライジンランドマーク10位名古屋前日計量17日ボートメッセ名古屋第1展示館全試合終了後に榊原信之 CEO が総括会見を行い、第8試合で怪物くん鈴木弘明に判定勝利するも内容に納得いかないと反省していた秋元剛馬について、とてもいいことだと思います。試合に勝ったことだけで満足してたらそこで止まっちゃうんで、都市戦を評価した。